名古屋市の東山動植物園で可愛らしいアジアゾウの赤ちゃんが生まれました。まだちょっと足元がおぼつかないよちよち歩きの赤ちゃんゾウ。体長130センチ、体重130キロのメスで、今日午前0時半ごろ生まれました。母子ともに健康で、朝になってお母さんゾウが授乳する様子も確認されています。赤ちゃんゾウの名前はまだ決まっていません。生まれたばかりで経過観察中のため、公開の時期も未定だということです。東山動植物園でアジアゾウの赤ちゃんが生まれたのは9年ぶり2回目で、これで園のアジアゾウは合わせて5頭になりました。